はい、いつもありがとうございます。イマキュレートのサッカーですけど、70回目に到達しました。すごいですね。目指せ、こうなったらもう100回ですね。いや、無理でしょ。っていう。まあ、わかんないですけどね。はい、70回目に到達。はい、ありがとうございます。はい、今回も、ベテランの方と、新規の方も、新規というか、前に1回参加された方とかもいますね。一応軽く説明します。まずはじめにドラフト順位を決めますので、サイコロ振った出た合計ですね、ランダマイズします。でドラフトの順位を1から16位まで決まります。で店長が1ケース、ね、ここにあるケースは、開封して、店長がこう16種類にカードを仕分けします。はい、まあ1枚から3、4枚になる場合もありますね、下の方だとね。で、お客様の方は、ドラフト順位に応じた、カードのセット数をこうドラフト順位5位でしたら5セット希望順にしていただいたリストを、店長の G メールアドレス宛てにお送りください。店長が手動で、メール、ね、ご返信します。お客様のハンドルネームを記載したメールですね、そちらにご返信するような形でお願いいたします。くれぐれも G メールアドレスですので、必ずそちらにご返信ください。はい、で期限は明日の夜8時まで。早いと店長は助かりますんでね、明日中に発送もできるかもということで、はい、店長もなるべく早く画像アップします。はい、じゃあ抽選いきます。ドラフト順位決める、ね、ランダマイズする回数です。1と1の2は振り直しです。それはいつも同じです。じゃあいきます。ほい、はい、4と5、9回ですね。はい、貼り付きました。じゃあいきます。9回抽選です。1 2 3 4 5 6 7 8で次は9回目いきます。せーの、ポチ。9回目になっております。ドラフト1位は笹さん。笹さん、はい、ドラフト1位は笹さんです。おめでとうございます。はい、笹さんも去年末ぐらいね、何回か参加していただいて、1位は初めてですかね。はい、一応下まで見えてますよね。大丈夫ですよね。はい、ドラフト1位は笹さんです。おめでとうございます。ドラフト2位がココさん、ドラフト3位が NS さん、ドラフト4位ココさん、ドラフト5位 TSS さん、ドラフト6位、笹さん。ドラフト7位、TSK さん。ドラフト8位がドラさん。ドラフト9位が山さん。ドラフト10位が、ミンさん。ドラフト11位が、K39 さん。ドラフト12位、ミンさん。ドラフト13位、ココさん。ドラフト14位、チューさん。ドラフト15位、ミックさん。ドラフト16位、NS さん。となります。はい、開けていきます。はい、いつもと同じくイマキュレイトのサッカーでございます。よいしょ。さあ今日はどうですかね。よいしょ。はい、はい、じゃあ中の小箱を取り出しますんで、はい、少々お待ちくださいね。まあ出方はやっぱこれいいですね。うん。まあ、ただ昨日ちょこっとね、パーソナルブレイクでノビリティもやりましたけど、ノビリティもやっぱいいですね。うん。ペラのオンカードでね。まあそこは、うん、納得ですね。まあノビリティに入ってないサインの方もいますし、まあ今切れは今切れの良さもありますし、という感じでしょうかね。よいしょ。はい、これで5箱目。よいしょ。
はい、じゃあ裏のテープをカッターで切ってからですね。いやいつもと変わらず、はい、これをもう70回目となりました。よいしょ。よいしょ。はい。ね、これもね、皆様のおかげです。はい。80回目目指して次やりたいと思います。じゃあ、今回ね、70回目ですけど、はい、1箱目よろしくお願いします。はい。クリスチェスさんですかね。はい。9-25、ブロンズですね。はい、取り出します。よいしょ。はい、まずベース。で、2枚目は、ベンテケさんですね。ジャージです。5-35。ベンテケさんはベルギー。はい。次も、ジャージで、トーレス。フェルナンド・トーレス。これはアトレティコですね。28-49。2色になってますけど、ジャージです。はい。次は、パッチですね。ダブルパッチのコンパネ君。8-35ですね。コンパ2-Y ですかね、これね。はい。どうでしょう。はい。で、次はレデンプションです。選手は誰でしょう。はい。ロマニオーリだ。パッチオートですね。右側に小窓のパッチオートのロマニオーリですね。イタリアの選手ですね。はい、パッチオートグラフ。まあ、初オートですのでね。はい。で、2枚目。あ、これですね。パッチオートです。ボビーウッド 72-75。これの、ロマニオーリのレデンプションということです。シリアルは人によって違いますんでね。そこだけご注意ください。はい。で、1箱目のラストはウォルコットです。これも若手の、当たり枠というかね、期待枠ですかね。あ、ジャーナンだ。あ、4かなと思ったら、これ14。14ですよね。多分ね。14-25 です。インク。はい。ジャージナンバーです。ウォルコット。はい。ジャージナンバーですので、まあ、選手としてもまあ、普通に80か100弱ぐらいで、ジャージナンバーなので、100は超えるかな、という感じでしょうか。はい。2箱目です。マク・クレーンさん。ジェームス・マック・クレーンさんですか。アイルランドですね。65-75。よいしょ。はい。はい。はい、2枚目は、アグエロですね。47-49 です。47-49。ジャンボパッチですね。はい。グアラダドです。これは、チームの、ま、前面といっても、ここの、このちょいっていうのは何ですかね。どこなんだろう。あ、外枠？ちょいっていうのはここかな。この辺なのかな。ね、メキシコのマーク。いやー、どうだろう。わかんないな。はい。3-17ですね。はい、ジャンボパッチですね。で、次は、ハットトリックのトリプルパッチです。エブラ。これは14-25。これフランスです。はい、トリプルパッチですね。で、ビーズリーさん。1-10です。これ、キンパラですね。で、次はヒストリカルですけど、これはフリーデルさん。13-75。はい。で、2箱目のラストは、あ、これもちょっと少ない枠だと思います。アンソニー・マルシャルですけど、またこれ14。今日は14番が多いですね。パッチオートで25枚限定です。これ通常です。ですので、パッチオートの中ではショートプリントになります。だいたい、パッチオート75尻からかな。だいたいね。多い人で。で、マルシャルは25からという形ですね。
あとブロンズと金ホロと、ワンオブワン、あとアセテート別のねバージョンになりますか。はい、で3箱目よいしょ。はい、ホースバーグですね。エミル・ホースバーグ。スウェーデン。かね。5-75。じゃない、一番違い。よいしょ。ね、この辺の選手ってこのベースカードしかないから、ある程度、ね、ちょっと活躍したらレアかもしれないですね。サインもメモラもない選手ですからね。はい、2枚目はグリーズマン。23-35ですね。フランス。で、3枚目はデブルイネ。これは45-49。はい。で、次はソロマテリアのパッチです。ソロマテリアルのパッチ25-25で、フェライニですね。フェライニは、そういえばサインないですよね。今切れね。ノビリティもいないですもんね。はい。入ってるブランドが限られてると、ファルカオもトリプルパッチとシューズぐらいなのかな。人によってね、少ないんでね。その辺もあの、チョイス対象に、はい、しとくといいかもしれないです。はい。で、次は、あ、これはいいですね。はい。リングベリーがここで来ました。29-50 です。はい。これ上ですね。あ、次も、あ、これはいいパッチ。これ一見一色でしょ。一見一色だけど、これ、ローマの街並みだよ。ローマの地図うっすらわかります？これすごいですね。おー、こんなのあるんだ。パッチの部分。これ画像で。ローマの地図ですよ。おお、はい。ゼコのパッチオートでプレミアムパッチオートになります。5-25 ですね。はい。一色と思いきや、ジャージナンバーど真ん中ですけど、ローマの街並みだと思います、これは。こういう企画したね、ジャージ着たりしますからね。見えます？地図になってます。これ上ですね。で、次もプレミアムパッチオートです。シレッセンですね。これは今度どこだ ?8-10。これも場所的にもいいですね。シレッセンもそんなにいっぱいは入ってないです。カード的に。はい。で、4箱目。よいしょ。はい、ポグバーですね。1-25。はい。後ろは見ない。はい。ポグバ。で、2枚目は、ゲリ・ケイヒル。8-49 です。これ、イングランド。はい。あ、これ、珍しいですね。横型のね、スタンダードのジャージで、クローゼです。10-49。2色になってますけど、これ、ジャージです。ただまあ、2色になってますからね。はい。で、次は、ダブルパッチのスペインです。2-25。シャビとイニエスタ。ダブルパッチ。で、こっからサインで、まず、森さん。60-75。で、2枚目は、あ、これね、さっきの説明すると、プレミアムパッチオートなんですけど、これ、わかります？反射してる。アセテートなんです。いつも言ってますけど、ジャージナンバー分しかないパターンになります。ですので、20枚限定の3番ですね、これはね。ベンテケ3。あ、はい。で、次だ。いきます。はい。せーの。はい。セレブレーションのアンリ、この間見た。で、今日、ラッキーナンバー14番。はい。14番、3回目ぐらい見ましたね。3、4回見てますね。14番。今日は14ですね。
ロト6、14番買ってください。どうでしょう。はい、セレブレーションのアンリです。はい。オンカード。いいですね。まあ、4、500ドルぐらい、普通にしますね。アンリです。アセテートです。サインの乗りもいいですね。はい。アンリです。ゼコのプレミアムパッチオート、リュングベリー、マルシャル、パッチオート、アショープリで、ジャンボパッチとウォルコット、ジャージナンバー。っていう感じですかね、今のとこね。はい、これ5箱目。はい。お、ベースノイヤー。あまり見ない。51-75 です。うん。あまり見たことないですね、ベースのノイヤー。よいしょ。はい。ドイツと来て、次は、カンドレバ、4-49ですね。はい。で、次は、デパイさん。13-49。オランダ。で、ここ、ブーツ枠ですね。ダグラス・コスタです。ブラジルですよね。はい。10-42ですね。10-42。ブーツですので、これ、シューズの部分です。どこかな？つま先？横？側面かな？黒で一色ですけどね。はい。厚いカードですね。で、まずサインは、ジョーダン・ヘンダーソン、19-20。はい。で、2枚目は、シグルードソンです。また14です。今日は14デーですね。はい。シグルードソン、モダンマークス・オートグラム、アイスラン。で、ラスト、まあまあ、いいですね。オンカードですからね。はい。デブルイネ、28-50のシャドーボックスシグネーチャーです。ベルギーですね。デブルイネも普通に100前後ぐらい普通にしてますね。あとはワールドカップ待ちですね。はい。という感じです。ジャンボパッチとアンリと、まあ、上に弾いたのは、7枚ですかね。あとはまあパッチは弾いてないんでね。あ、パッチはジャンボパッチ以外は弾いてないんで、まあまあまあ、はい。真ん中ぐらいまではと思います。そこそこはね。はい。カードの画像はすぐアップできますんで、9時ぐらいまでにはアップできると思います。はい。で、参加者の方は、熟考をしていただいて、はい。ドラフトのリストを店長の Gmail アドレス宛てに、送ってください。はい。数字だけでも大丈夫です。一応番号付きでね、画像アップします。ご心配な方は、選手名も書いていただけると店長助かります。BGB の番号と、お客様のハンドルネーム。で、リスト。で、完璧です。はい。じゃあ、よろしくお願いしますね。はい。じゃあまた、71回目も、ホームページの方ね、もう71回目の受注始まっております。ぜひ、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。